はい、超駅太郎です。今日はね、ちょっとね、うん、難しくて深い話っていうことを、女性の裸に関するお話をしたいと思います。これ私はその方たちに頼まれて、えー、これ喋ってるわけでもなければ、これがいいとか悪いとかっていうことを言いたいわけじゃないですよ。皆さんどう思いますかって話なんです。あの、ストリップって、あの、聞いたことありますよね。 ただ、私もこれまでのコンテンツの中で、このストリップっていうワードを入れるとあまり伸びないんですね。不思議なもので。なぜか知らないけど、みんな好きなはずなのに。 女性の裸を。まあ私の視聴者っていうのは40代、50代、60代で、えー、男性が8割っていうことなんだけども、でもあんまりこれに関しては、ただ面白おかしいような、過去に私が体験したようなことをやった時にはちょっとあったんだけど、これってどうなのこの文化っていう話っていうのは皆さんあまり興味がない。まあ確かに正直言って衰退している文化ではあります。ね。前世紀の時のように劇場も減っているっていうこともあったり、まあその中でもいろいろな、その、 ことがあって、まあ、私たちの年代なら一度や二度見に行ったことはあると思うんですね。で、その女性の方があることで裁判訴えをしたい。またこの女性が物事で訴えるっていうと男性は拒否感があるので、なかなか入ってこないっていうことなんですけど、このニュースっていうものが私ちょっと、えーえー、ネットニュースで見たので、どんなことかっていうと、 30年前に出演した、いわゆるポルノ映画。私たちのなんか、ね、なんとか日活ポルノ映画とかありますよね。それが、あの、ファンザっていう、皆さん、あの、あれですよね、えー、お世話になってますよね。<laughs> お世話になってますよね。それに、なんかストリーミング配信されているっていうことで、ただ、これがもう昔のやつでまたそういうリバイバル的なところが一定の評価があったり、えー、また、 見られるっていうことなんでしょうけども、どうもそれの差し止めをしたいということの裁判をするっていうことになったんですね。で、あの、この女性の方が、いや、その弁護士さんが言っているのは、ストリップ、ストリッパーというのはあくまでも表現行為であって、あの、裸にはなる行為ではありますけど、 裸になって表現をするという芸術的なパフォーマンス。要するにストリップは芸術だよというような言葉で、えー、会見したんですけど、一般の男性、私も含めてお、おじ、お、おっさんたちは、はいや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 、芸術なんて思って見たことねえぞっていうのが本音だと思うんです。ただ、表現してる側とか、そのやってる方たちは芸術に近いというか考えでやっ ているっていうことだけは、まあ尊重してあげたい。ね。何をめんどくさいこと言ってるかっていうと、要は、まあ、これ言っちゃいけないですけど、まあ年齢もこの女性の方も年齢も、あの、ある程度の言っていますね。元女の子が若い時にやったことで、今、その状態で出されてること、嫌だそれはやめてほしいっていうことだから、止めてあげればと私は思うわけです。これって今に繋がることもたくさんあって、まあ今までね、ね 天才芸人さんだとか、やれなになになさんとかが、ね、女性とのことで過去のことをって言っても、やっぱりその時はうんって言ったことでも、今になってやめてほしいっていうことが、これが映像となって出ているから止めてほしい。ね、相手側と同行をやるんじゃなくて、これを、今回弁護士さんも一緒にっていうことは、司法の場で判断してほしい。AV 新法っていうのができましたよね。 これもなかなか一般の人たちはなんか AV 新法ってあってなんかこれ大変な法律ができてって言ってみんな頭に入ってないですよ。ただ現場の人たちはすごく混乱してウォーサーをこの女性たちを守るためにできた法律だっていうふうに国会議員の方たちは言ってましたけど私もこのことを喋ってもなんかどっちからもこう共感を得られない。ね、もうそれ施行されて数年経ってるんだけどただ過去のもの30年前のものが該当するのかどうかっていうことなんだけど ご自身としては、その、まあ、影の至りっていうわけじゃないけど、そういったものが今になって過去のものが出てくるのは、ちょっとっていう、やめてほしい。だけど、やめてほしいどうこうっていうよりも、著作の問題だったり、監督の問題だって誰の権利だっていうことがあるけど、こういったことを司法の場で判断させるために、要は、裁判所でっていうことで、この、女性と弁護士さんが、こう、 会見して、その方向に持っていくっていうことなんです。いや、お前関係ねえだろ、ちょい郎たろって言うかもしれませんが。じゃこれが関係があって、実は。私、あの、先だって渋谷でイベントをしておりました。ね。あの、えー、私のリアルイベントで100名ぐらい来ていただいた中で、以前のイベントでご一緒した、諸橋先生、諸橋弁護士さん、 が、いたので、そのつながりがあったので、ちょっと私のイベントにも、私が、あの、喋る合間でお話ししてもらえませんかって私もっていうことで、登壇していただいたわけですよ。だから、何を、あの、私はこう、喋ってくださいということは、自由に喋られてくださいっていう形で、その時に、企画、運営してされた方と、一緒に、この女性の方も、一緒に、あの、登壇してもらった、お話ししてもらって、で、私これ、打ち合わせ全然してなくて、 この、有賀さん、ね、茂林先生が、茂橋先生が行って、ちょっと有賀さん来てくださいって言って、そのところ、私はそのことを、そこで初めて聞いたので、ほぼほぼ。で、私はこのことを何も喋っていないんです。ただ、ここで、挨拶もそこそこで、この有賀さんと私も、あの、名刺交換もしれないです。ね、こういうことがあって、ああ、そうなんだっていうことが頭の片隅にあったわけです。ところが、 こうやってニュースになって見てみると、あ、このことだったのねと。あ、このことが言いたかったのね。だから、私のファンの人で、ストリーミングサイズ、あの、えー、あれ、あの、なんだ、あの、配信で見られる人も、いきなりなんだったろうと思ったけど、このことなんです。このことなんです。うん。このことなんです。で、私も細かいことは分かりません。 ただ過去に出たものが、自分のやつが出ちゃってるんで、それを止めたいっていうのはわかると思うんですよ。っていうか、女の子が嫌がってるんだから <laughs>、むちゃくちゃなんで、これ、嫌がってるんだから、やめてあげればっていうだけの話です。だけど、無理やり出す必要はない。だけど、これってどうなのっていうことを私は問題提起してる。皆さんどう思いますうん。しょうがないよね、っていうことなのか、やっぱり、何らか、 話し合いをして、こうこうこうとか。まあ、言ったってお金って言ったって、じゃあそんなバン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 回って、すごいことになってるっていう話ではないと思うんですよね。逆に言ったら、見られたくないと。見られたくない。うん。見ら、なんか、売名ではないですよ、これ。なんでかって言ったら、見られたくない。でも、これ、こういうことを世間に言ってかないと分かってかないから、顔出しで、こういうことですってご本人が言ってくしかない。で、 えってみんな興味があるから見ることになるって言ったって言うほど伸びるわけじゃない。その見られたところで、じゃあ今その権利関係は彼女にあるわけじゃないから彼女にいつでも入ってこない。で、こういったようなことを今からやるわけでもないっていうことだから、やっぱりここでなんで今さら、うん、なんでそうなんだっていう話も出てくるわけですよ。で、ストリップが、 ことって言っても、なんて言うのかないくら自分の芸術的なことでどうこうっていうふうに言っても、やっぱりいかがわしい目で見られちゃうっていう話になるわけですよ。ちょっと前でも、 ね、自民党の和歌山県連でベリーダンスの道のセクシーショーとか、ベリーダンスの人とか、ベリーダンスじゃないわ、セクシー、ベリーダンスとは違うな。ごめんなさい、ベリーダンスの方だから、ベリーダンスのことちょっと研究してましたんで、<laughs> あの、すごい研究してるのよ。あの、セクシー田中さんの件で。みんな忘れてるんでしょ私、これベリーダンスやってる人と取材して文献もらって、このベリーダンスは何だっていうとこからやってるけどおもい、これ伸びないからってやめて、ちょっと喋りましたけどねで。それとは違うんですけど、あれはもう、ああいうことも、 そういうことでやってるわけじゃないと。ね。セクシーショーって言っても彼女たちが悪いわけでもないんですよ。それを悪い方にとった自民党の権連が悪いって話で。でも、ストリップっていうことでも、もともとどうだったのかとこれは話し出すと長いんだけど、でも、我々男の人は、そんな風では見なくて、全部、セクシーダンスも、ベリーダンスも、えー、サンバカーニバルも、ね、あの、 お前らフルボッキして見てるだけだろって話なんですよ。<laughs> ねだからそういう目なんですよ、男なんてものは。違う違うって。ね言ったって、ねそうなんですよ。わかりますかここ。あの、YouTube の中の規制がもう話が飛んで申し訳ないですけど、YouTube っていうものの中で、エロはダメです。そういうものは出ません。だけども、キッズ層、若い、10代、ねぐらいの子たちは、 親のアカウントで YouTube 見てて、これはダメだよ、これはっていう風なんだけど、その中でもできるだけ裸に近いものを探して見ているわけですよ。<laughs> もうそれが、もうその熱い思いに YouTube の、これは表現としては、だから私が思うにはストリップってそういう風に見せるようで見せないっていうような、こういう、もう、 私も昔見たら、早く裸になればいいじゃないかって、だからな、らないんですよ、なかなか。もう、そういうものを余韻を楽しむものではあったんだけど、あの、近代に近なるように、いろいろそういう問題的な、横に行ったら抜き回るよとか、なんか、あの、男の人上げてそういうこともやるよとかっていう、やっぱり過激なところも出てきて、みんなそれもこれも一緒になっちゃってるわけですよ。ね。で、やっぱりそういう思いがあるけど、今、 思って、こういったことを言うっていうのはなかなか大変なんですよ。で、周りに孤独言ってるんですけど、あの、ここに、あの、彼女のね、あの、X とかの、あれを貼っときますんで、あの、何もやれるわけじゃないけど、ね、登録して、もし思うのは、悪口やめてください。そんな、頑張ってくださいとか、ね、そういうことだけ私のファンの人、これ、私のファンしか見ないんで、多分、それはやっぱり、 言い方悪いけど、女の子が勇気を持って、こう、言ったんだから、それは理解してあげようよ、と。散々お前ら世話になってるだろ、うと。<laughs> で、俺これ頼まれたわけでもないから、うん、別に。何の、何の何もないんだけど、やっぱり、関わりがあって、一度でも縁があって、その、人たちがやってることを私は、うーん、やってんのが私ができることっていうのはこれぐらいしかない。 だってそれ出てもらっても、私ギャラも払ってないんで、諸橋先生に、ね、あ、らいも、な、あの、いいですか出てもらえますかって言って、お礼も満足に言ってないんだから、やっぱり我々、私ができることはこれぐらいかなっていう話なんですね。うん。まあ、諸橋先生がどういう方かは、もう私が言うことでもないので、はい。あの、皆さんね、あの、調べていただければ、あの、わかる方はわかるの。うん。ね。そうなんですよ。うん。ちょっとま、これ、 なかなか理解してもらえないことだけど、こういうこともあるよと。何十年経ってもこういうことがある。だから一つは、もう若い女性たちもね、おじさん、おばさん世代でも、若い子たちに好きなことややりたいことやるのはいいけど、特にこれからはそのデジタルタトゥーっていうこともあって、取り返しがつかなくなるから、考えて発信なり、その画像とかっていうのを考えたり、付き合う人たちっていうことを、 考えなさいよっていうことにしたい。ね。いい話で終わらせたい。ね。ソリップが好きだっていうことを言ってるわけじゃないです。好きだけどね。うん。もう今なんか見に行けないよね、これね。やっぱり、あの、ま、一回、な、生、生で見たいと、言い方が、やっぱり実物見るのは全然違いますからね。うん。でもそういうところがもう、今劇場もそういうのも、だ、な、だんだんね。あの、す、す、あの、 狭くなってきてると思う。なくなってきてると思うんだけど、私すごい、ある会社の偉い方と、割とちゃんとした方と喋っていて、こう、真面目な話をこうしてるんだけど、その方が、まあ、ラフな格好でね、そのクリエイターの関係なお人なんで、あの、シャツを着て中に T シャツを着てたんだけど、あの、その T シャツの文字が、浅草ロックザって書いてあるんです。 もう途中からそればっかりなってすごい真面目な話でしょ。もうね、すいません、それな、その T シャツすごいですねって言ってもその話になった。全然関係ないですよ。浅草ロック座。ただ私は浅草ロック座のね、成り立ちっていうことを結構してまして、なあの、講師にいる時にね、その前の女性の経営者の人の、あの、兄弟分がね、 仇になってね、ロック座でカバン持ち運転手をしていた。本当かわからないんですよ、刑務所の話なんで。その話をすごく聞いて、いろいろを知ってるんだけど、言えないなっていう。だから、そのストリップにはね、縁があるんだな、と思った。うん、もう、我々世代とストリップと加藤ちゃんの、あの、あの、何あなたも好きね、みたいなね。あったね、あれ。パン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 パ,パ,パンってね、 あれがストリップと思ってんだ。ね。加藤ちゃんの。あなたも好きね。ちょっとな、なんか言うフレーズがありましたね。うん。ね。そんな風なことを思い出すっていう話です。以上です。はい。皆さん、最近チャンネル登録、高評価言ってなかったんですけど、やっぱり言わないと伸びないですね。本当にチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。そうそう。実は漫画、極道楽園、ね。極道パラダイス、第3巻。 電子で出ましたよ。皆さん見てください。ね。URL 貼っときますんで。あの、電子版なんです。ね。本屋さんに行かなくてもいいですよ。あの、タブレットや携帯で見れるって、すごくお手軽で、リーズナブルになっております。そして、超駅太郎。ね。あの、これは紙の本です。ね。裏社会から人生を守る教科書。ね。あの、こういうこと、これを見てれば、あなたも殺人事件に巻き込まれない。殺人をしないで済むという、たとえ、本当にいい本です。 <laughs> ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるか。ちょっと無理があるけども、皆さんよろしければお買い求めください。以上です。